エクスプレスはイギリス海軍の駆逐艦 EQ。あとにカナダ海軍駆逐艦が機能となった。エクスプレスは1934年5月29日に浸水した。艦の全長は100メートル、排水量1375トン、最高速力は35.5ノットである。この艦の設計は1931年の C 級及び D 級駆逐艦に類似するものの改良された艦隊形状を持ち、環境が改修され、ボイラー室が2室から3室へと変わり、また初期型では30度の行革しか持たなかった 120mm 砲が40度まで上げられるようになっていた。艦の製造費用はおよそ30万ポンドである。エクスプレス及び姉イカエスクは、機雷付設装備を装着していた。他の急に似ず、 エスク及びエクスプレスのメインマストは三脚であり、全甲板に探偵を搭載していた。戦争が勃発してポーランド進行中の1939年9月、エクスプレスは第20区戦隊に配属された。当初はポーツマスに基地を置き、後北海に面するイミンガムに移動した。戦争の最初の年のエクスプレスは第20戦隊と共に、イギリスの領海に防御用機雷原を、 また、敵の沿岸に攻撃用嫌い腹を敷設することで、費やした。1939年9月、エクスプレスは、ウィンザー公爵及び、ウィンザー公爵夫人をポーツマスから、シェルブールイコールオクトビルへ送っている。1940年5月後半、エクスプレスは、イギリス海外派遣軍のダンケルク撤退を援護するよう命令を受けたスーダースの駆逐艦のうちの一隻であり、 また最初に到着して海岸から兵員を撤収させ、始めた一席でもあった。兵員は、ダンケルクの港を離れた。6月4日に撤退が終了し、エクスプレスと駆逐艦しかりは、兵員と共に、ダンケルクを去った最後の艦だった。撤退中に、エクスプレスは2795人を輸送した。エクスプレスも爆撃により損傷したが、行動中の緊急補修で、 ダンケルク撤退に参加し続けた。1940年8月31日、オランダの沿岸に攻撃的嫌い腹を付設するべく、エクスプレスは移民ガムを離れた。夜間にエクスプレスは嫌いに接触し、この駆逐艦は環境までの監視部分をすべて喪失した。それからエスク及びアイバン砲がエクスプレスの援助に行こうとするうち、嫌いに触れた。 エクスプレスは本国まで栄光され、4名の士官と55名の乗組員を失った。エスクとアイバン法は沈没し、この事故はデセルの惨事として知られることとなった。1941年9月、エクスプレスは艦隊駆逐艦として任務に復帰した。10月、エクスプレスは姉妹艦エレクトラと共に極東に向かう戦艦プリンス・オブ・ウェールズの護衛を命令された。 そこで艦艇は日本の侵略の阻止を意図し、新しい東洋艦隊の核を形成することとなった。11月2日、3隻の艦艇はフリータウンに入港した。一行は11月16日にケープタウンに到着し、駆逐艦はシモンズタウン海軍基地に入港した。一行は11月18日にケープタウンを出港。 西論島のコロンボへ11月28日に到着。道中では、モーリシャストアッドン渉に燃料補給のため停泊した。11月29日、コロンボにて地中海艦隊から来た駆逐艦エンカウンター及びジュピターと合流し、5隻の艦艇はこの日の午後に出港した。会場で一行はトリンコマリーから出港してきた巡洋船艦レパルスと合流した。 艦隊は航路をシンガポールへ定め、12月2日に到着した。シンガポール時間での12月8日早朝、この基地は日本の航空機からの攻撃を受けた。プリンス・オブ・ウェールズとレパルスは対空砲火で反撃した。航空機は撃墜されず、また艦も損害を受けなかった。日本軍による真珠湾攻撃とシャムへの進攻の報告を受け取った。あと17時30分。 Z 艦隊は海に出た。この時の Z 艦隊は、プリンスオブウェールズとレパルス、これらを護衛する駆逐艦、エレクトラ、エクスプレス、バンパイア、テネドスによって構成されていた。12月9日の18時30分頃、テネドスは、自らの限定的な燃料積載量のため、シンガポールに戻るべく、艦隊から分かれた。この夜、エレクトラは北方に照明弾を指認し報告している。 これはイギリスの艦隊が南東方向に動く原因となった。この照明弾は日本側の航空機により自らの艦隊の上に誤って投下されたもので日本の兵力が北東に動く原因となった。この地点における両軍はわずか約 8km を隔てていた。20時55分、フィリップス提督は作戦行動を取りやめ艦隊にシンガポールへの帰島を命令した。 きと彼らは日本軍の潜水艦員58によって指認され、報告された。翌朝12月10日、Z 艦隊は日本軍がクアンタンに上陸したという報告を受け取り、エクスプレスはこのエリアを策定するために派遣されたが、何も発見しなかった。午後、プリンス・オブ・ウェールズ・トレパルスはクアンタン沿岸で日本軍航空機85機によって攻撃され、沈没した。 レパルスは20分間に魚雷誤発を受けて沈んだ後、日本軍機はイギリス駆逐艦に以下のように打電した。我の任務は官僚整理。救助活動を続行されたし、日本軍機は攻撃を止めて、その救助活動を妨害しなかった。エクスプレスがプリンス・オブ・ウェールズの生存者を救う一方、エレクトラとヴァンパイアはレパルスの生存者を救い出すために動いた。 三隻の駆逐艦は、総計1000名以上の生存者を、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスから救い出した。修理のため母国へ帰還するまで、エクスプレスは、イギリス東洋艦隊の一隻として1942年をインド洋にて費やした。1943年6月、エクスプレスは、王立カナダ海軍に譲渡され、ガティノーと再び名付けられた。ガティノーは、 大西洋に配備され、任務に就いた。1955年、ガティノーは原則に打撃を受けスクラップとして売却された。ブリティッシュコロンビアのロイストンにて、ガティノーの艦隊は他のものと共に防波堤を形成するハルクとして用いられた。ガティノーは多年にわたり見ることができるまま残されていたが、その後はガティノーの艦隊がわずかに残るのみとなった。 北緯49度39分14.26秒、成形124度56分53.74秒、北緯49.6539611度,度、成形124.9482611度、49.6539611-124.9482611。ありがとうございます。